さあそれでは本当の本当の決勝を参りたいと思います。皆様も全開の声で盛り上げて、全開のテンションで盛り上げていきましょう。それではファイナルバトル紹介しましょう。タクロちょっとね、お二人にはね、5分ぐらい喋ってもらうでね、一人。長いか。じゃあちょっと拓郎から。そうですね、ああ、また笑っちゃった。はい、まあ本当にその、もちろん勝ちたいんですけど、すごく勝ちたいんですけど、その、まあ僕は楽しくやってます。元気です。お願いします。そうですね、僕も最後楽しくやるんで、お客さんも最後なんで本当に盛り上がってほしいです。お願いします。今、拓郎にね、こうやってね、また笑っちゃった。で、見つめられた時、ドキッとしちゃった。まあそういうのは冗談だけど、さあでもね、今の笑顔を忘れずにみんなね盛り上げてください。本当にね、皆様が元気がねテンションで応援してくれるこの人たち、本当にね今まで見たことないぐらいのパフォーマンス見せてくれます。よろしいですか、もう一回声出してこう。みんな盛り上がってますか？イエス、ありがとう。一発です。じゃあ先攻後攻決めたいと思います。OK、タム。ここからお願い。プレイする前に盛り上げてからプレイしてください。OK、みんな乗っかると思います。DJ も最高の曲ちょうだい。OK、行くぜ。Let's go, Frankie!Rock and roll.
どちらが優勝するか、それでは参ります。3、2、1、ジャッジ。クロタクロース。オーケーオーケー。でも素晴らしい決勝戦い見せてくれたお二人に大きな拍手。そしてこの大会優勝したタクロに大きな拍手。長丁場ありがとうございます。そしてなんていうんですかね、僕ちょっとドヤ顔で言うけど2連覇なんですよ、これで2連覇なんですよ。で、まあそんなことは置いといて、で、僕去年なんか勝ってる、ちょっと前回優勝者みたいなプレッシャーをすごい、まあ自分でも感じ、ちょっと感じてたし、周りからも結構やっぱ期待してるっていう声がすごい多くて、去年を超えるようなことができるのか自分にと本当に思ってたんですけど、なんかもうだんだんそういうのを考えるのってすごいバカらしいし、別に8位の大会があってもいいし、1位の大会でも僕はもう何でもいいなっていう心境になったので、なんというかすごく自然に嬉しいです。勝てて今日の一番です。ありがとうございます。素晴らしい。もう一度盛大な拍手をタクロに送ろう。タクロおめでとう。 OKOK 本当にタクロも言ってましたが、本当に皆さん長丁場ありがとうございます。ここでね、表彰式に参ります。じゃあ最後にタクロを真ん中に出て表彰したい。あ、じゃあ先にケイトタクロさんお願いしましょう。大丈夫、おめでとうございます。拍手。なるほどなるほど。タクロだけ優勝商品が、今回販売されているものを全て出そうです。おめでとうございます。じゃあ前向いて写真撮ってちょうだい。あ、トロフィーさんごめんね。OK、 おめでとうございます。改めて4人のチャンピオンにもう一度大きな拍手を上げてください。